everyday moments are the important moments that connect us. 杞憂名古屋。皆さんこんばんは。5月10日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから杞憂名古屋お送りいたします。名古屋ね、昼暑くて夜ね、すごく寒い時がありましてね、ちょっと寒暖差が激しくてね、おじちょっと喉をね、やられてしまいましたね。ちょっとね、お聞き苦しいところがあるかもしれないですけども、今日も頑張ってね、トークいたします。で、領事マスクマンです。はい、ゴールデンウィーク、皆さんどのようにお過ごしになりましたか？ゴールデンウィーク明けで、なんだかすっかり仕事モードになりきらない味噌煮込みスキーと、ゴールデンウィークなんですけど10連休だったんですね、うん、もうほとんどですね何やってもですね頭がぼーっとしてる状態で、まあ、今日はちょっと良くなったんです。昨日はまあぼーっとしててそれで終わったなっていう感じになったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはボールペン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 。今週のテーマはボールペンです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今週は名古屋は栄養コーナーはお休みしてメールをどんどん紹介していきたいと思います。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。杞憂名古屋。ツイキャスで、シナワモノトモさん、はい、2連休しかなくゴールデンウィークではなくゴールデンデイズだったシナワモノトモです。そう、ウィークじゃないよね、2日間だから。うん、ああ、うん、で、はい、R&K のパパさんが本番はダンサーズさん休みすぎって、はい、うん、っていう風に確かにそうかもしれない、ね、休みすぎですね、はい、でもまあ、大企業の方は結構そういう方いらっしゃいますね。ずっと長くね、うん、お休みがあって、でもようやくあれじゃないですか、工事はどうでした？カレンダー通り？カレンダー通りですけども、うん、休みの時でもね、うん、やっぱり、お付き合いのある方なんかがお仕事やってらっしゃいますの で、うん、でそこでね、ちょうどこう出かける用事もできましたんで、うん、まあ、飛び石連休のようにね、ちょっとだけ仕事してましたね。あ、仕事を挟んで休みを挟んで、まあそんな感じですね、うん、はい、ちゃんとねお仕事してるんですよ。そうなんです、ね、なんかさ、あんまり仕事してるイメージがないんだよね。大体みんなそう思ってるからね。で、うん、なんかラジオ機内の公開放送でも、はい、仕事してるのって言われたことあるもんね。ありますね。最近でも言われますよ。あれ、小林から言われた。うん、言われましたね。はい、うん。いろんな方から言われてますんでね。はい、やっぱりね、お仕事よりか公務を大事にしますよね。公務お仕事じゃないの？いや、公務お仕事なんですけどね。やっぱりそちらの方がね、比重を重くて、重きにしてますので。
よくわかんない。公務ってだから仕事なんじゃないの。まあまあまあね。はい。どうぞメールお願いします。いろいろご招待ないんですけどね。はい。はい。これ先週のですね、テイクアウトでいただいています。はい。マンタキーラジオの美奈子さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。みぞにこみつきさん、ダンサーさん、たまごおじさん、こんばんは。また出ましたね。たまごおじさん。テイクアウトは自宅から徒歩3分のところに、ピザパルコがあるので電話注文して10分過ぎてから取りに行きます。車ならマックのドライブスルーかな。スタバは高くて。お弁当は沖縄国際大学前のパブロ。あそこの弁当は安くて種類も多くて美味しい。しかも店主のおじさんが穏やかな笑顔でいらっしゃい、今日も麻婆豆腐出す入り準備してあるよと言ってくれます。あ、あら、でも常連なんですね。常連なんですね。よく来店するお客の好みは把握していて、牛丼も卵なしにしてくれます。あら、よく分かってらっしゃいます ね。あと2年前熱が出て、ある病院に行ったら、玄関前で検温して、熱があるから車で待機して、それから電話で診察する場所を誘導するからと言われて車へ。ああ、そうですね。今ね、コロナだとそういうふうですね。1時間後トイレに行きたくなって正面玄関に行ったら誰も通らなさそうな階段で2階に上がって外に出て倉庫みたいなところにトイレがあったんです。倉庫あら、そして診療は病院の裏道を車で走らせて裏の駐車場から狭い坂を上がると救急車が止まる場所に到着。電話で診察して風邪ですね、薬は職員が持っていきます、支払いは後日送ります、銀行で振り込むか払いに来てねと言われました。初の ドライブする病院診察でしたということでございます。なるほど、ね、そんな感じなんですね。まあ、今そういう風なの、うん、今はねだいぶ、ね、ちょっとそういう、ね、2年前だからまだそういうのもしっかりしてない時だから、うん、いろいろね戸惑う場合ですよ ね。あの私の知ってる方はね、はい、その PCR 検査がですね、うん、そのドライブスルーみたいで、もうね、一般的にはこう鼻の粘膜とかね、お口の粘膜だったと思うんですけども、唾をペッて吐いてくださいっていう風で、それが PCR 検査になって、うん、その、1日24時間後ぐらいにそのね、うん、PCR の検査の結果が出たって言ってましたけども、まあ、それもドライブスルーですね。ね、はい、ありがとうございます。お三方さん、こんばんは。フルームーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。先週のテイクアウトのテーマでいきますね。はい。最近ハマっているのは、嘉手納町のイタリアンキッチンカー、ラ・ピッコラ・クッチーナ・ディ・エマです。イタリア語でエマの小さな食卓。嘉手納では、水・金のみ開店、自家製生パスタで1週間ごとに1種類のみの販売。毎週金曜夜は、この夜の、この店のパスタに決めています。先日はエピのレモンクリームパスタ、エビのレモンクリームパスタ、皆さんはこの曜日にはこれっていう定番テイクアウトはありますかということです。お、特にないです ね。テイクアウトね、テイクアウトはあんまないです ね、なんかでも おしゃれですね、イタリアンキッチン、イタリアン、うん、へえ、まあ、コロナの関係で結構そういったレストランが、ね、今ねテイクアウトもねテイクアウト多いですけどね、結構テイクアウト充実してますね。ああ、そうですね、そうです、キッチンカーが多いですよ ね、キッチンカー多いなっていう印象です、はい、あの先週のね、ああそうですね、うんうん、先週ゲストに出ていただいたカリガリカレーのマルコさんのところもそうですしね、そうですよね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、こちらもテイクアウトで来ています。はい、泉さんの特急サナさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。一人住まいをしているので自炊をします。ただ仕事で疲れた時はテイクアウトします。僕がよくテイクアウトする店は吉野家の牛丼をテイクアウトします。安いし早く食べれるから、ね、テイクアウトしています。一番それがいいと思います。じゃあまたやということでございます。まあそうですね、あのお手軽ですもんね。で、あの吉野家のキャッチフレーズね、あの、うん、うまい安い早いですか、はい、うん、まあ、それに、ね、ぴったりな感じでね、あのね、いろんな方がねご利用されてると思いますのでね、はい、うん、まあ私もたまにやりますけども、あ、そうです、王子も、うん、
卵消してんだよね。生卵。ああ王子がね。うん。で、自分の卵だから。ああ。滑り卵なのに。そうそう。それをね、滑り卵じゃないですけども、はい、王子の卵をかけたいと思ってね。うん、それをね、テイクアウトして、卵だけは王子でね、割って食べてますね。うん。うん、紅生姜。ああ、そういうことか。うん。うん、で、紅生姜をたっぷりもらって、うん。一、うん、人何個まで ですって言われて、うん。うん、ちょっと、ね、なんていうの寂しい気分になって帰ってくるんですけどね。はい、ツイキャスでね、クックドゥドゥドゥ金城さんから、キウ名古屋の皆さん、こんにちは。先週は壊れかけのラジオにコメントありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャス来てます。ね、22時半からは、はい、ね、はい、壊れかけのラジオにぜひ、ね、はい、お聞きくださればと思います。そうですね、キウ名古屋の1分後ですね。ね、はい。はい、ありがとうございます。はい、テイクアウトでメールいきますね。はい、品場もろともです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このコロナ禍ですっかり馴染み深くなったテイクアウトですが、先週お題がテイクアウトと発表されたとき、真っ先に浮かんだのは少年時代のテイクアウトでした。自分が少年の頃はさほどテイクアウト文化がなかったのですが、地元岡山県でテイクアウトしてたのは、お好み焼き、回転焼き、かっこ沖縄では回転焼き、名古屋では大判焼き。ああ、大判焼きですね、名古屋だから。たこ焼きでした。それぞれ特色がありました。それは包装。自分がテイクアウトしたお好み焼きは新聞紙またはテントウムシ柄の包装紙。たこ焼きは、樹木の皮で作られた包装紙。回転焼きは油紙でした。現代のようにスチロール製の容器なんてほとんどありませんでしたよね。夏はかき氷を大鍋でテイクアウトしたりもしてました。おお。あ、でもなんか思い出しました。たこ焼きの皮じゃない。容器、なんか木の皮でしたよね。あ、そうですね。なんか懐かしいな。うん、回転焼きといえばあれですね。一個前の朝の連ドラですってね。カムカムエブリデイで。あ、回転焼きが出てましたので。はい。それは、NHK のドラマ、はい、朝ドラ、朝ドラですね、はいはい、ね、全然見ないからわからないんだよね。ああ、ちょっと今期は見てよ。今期はあれですよ、うん、沖縄ですからね。そうですね、そうです、うん、ちむどんどん話題になってますね。そうそう、うん、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんか王子リアクション薄いな、はい、え、見てないって言ってるから。だからあんまりよくわからないんですね、うん。ネットニュースに上がらない限り見ないっていう。うん、うん、はい、続いてですね。はい、これはね、ですね、銭形警備からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらもテイクアウトで来ています。4月のある日の日曜日に、すき家の店内で食事をしようと思ったら、テイクアウトするために、すき家の入り口の前に、道路は長く列をなしていました。そのため店内で食事することを諦めて結局別のラーメン屋さんで食事を済ませました。あ、そういう時ありますよね。普段から多忙を極めガサガサしているからすき家などの外食店のドライブスルーのテイクアウトはあまり使わないですね。お三方は外食店のドライブスルーのテイクアウトはよく使う方ですか、ということでございます。でもあんまり使わないですね。あまり使わないですね。でもやっぱりマクドナルドの土曜日、日曜日は結構ね、長蛇の列をなしてますね。すごいですよね。うん、なんか、いつも混んでる。うん、混んでますね。すごい。エンダーの、うん、エンダーとかの、ドライブスルーではないですけど、車を止めて運んできてもらうシステム。うん。うんうん、あれはびっくりしましたね。でも私、あの方式好きだなぁ。あれ、あの方式好きです。いいですよね。ドライブスルーではない。スルーじゃないですけど。まあ、駐車して、うん、で、商品持ってきてもらって、うん、その場で会計する。うん、で、その場で食べると。うん、そうそうそう。あれいいですね。今の時代になんかすごい合ってるっていうか、うん、いいなって思います。そうですね。うん、はい。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスでね、引き続き、これは、天眼さんからね、はい、コンバースで、キウ名古屋さん、いつも楽しく1分前まで聞いてます。気持ち悪いよって。ね、私たちのその後の番組ですので。ぜひ、はい、お聞きくださいませ。ね、はい、壊れかけのラジオですね。はい。はい。はい。
あ、みそちゃんの方は、はい、先週のテーマございます。今週のテーマで、はい。はい。はい、いいですか？はい、どうぞ。あ、じゃあ、どうぞどうぞ。王子どうぞ。今週のテーマですね。はい、お願いします。これはボールペンのテーマで来ています。はい。敗退名古屋チームの皆さん、こんばんは。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 梅雨入りだわ、アレックスです。そうだね、釣りしてるよね。はい。私は、ユニのジェットストリームのインクボールペンを推薦します。ノリが他のペンと違うし、色が綺麗ですよ。あと芯の太さは 0.7 ミリが好きですね。うん、iPhone から送信。iPhone からいいですね。はい、すごい、ちゃんとね、うん、太さもこだわりがあるんですね。そうですね。やっぱりね。はい、王子ね、はい、あんまりこう、太いのが好きじゃないんですよ。そうなんですか。芯が細いのが好きなんですよね。あら。うん、でそうすると結構ね折れやすいんですけど、うん、なんかあんまり太いのが得意じゃないんですよね。逆なんですよ私。あ、そうなんですか。ボールペン 1.0 なんですよ。あ、太いですよね、うんうんうん、を使ってるんです、ね、うん、今ねちょっとね王子間違えたこと言ったね、うん、はい、ね、ボールペンが折れるわけないもんね。シャーペンと間違えてるよね。ふざけるなー。今自分で言ってね、うん、あっと思いました。うん、まあそれでもボールペンでもね、極細っていうのをねよく使ってますので、なぜかしらなんか細いのが好きなんですよね。なんかリアクションないんですか？いや、いやもうちょっと CM かなと思いました。あ、そうですか。はい、あ、そうですね。はい、はい、じゃあ CM でーす。はい、キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010。ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、メールご紹介しますね。はい、はい、お願いします。ボールペンのね、
あれですよ、はい、テーマでね、これね、シュープリームさんからなんですけど、はい、ちょっとこれ読んでもいいのかしらと思うようなね、ほうほう、まあ、出だしなんですけども、はい、いきますね、はい、ダンサーさん、ミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント王子、こんばんは、こんばんは、こんばんは、嫁さんにケツの穴にボールペンを突っ込まれたことがある、うん、シュープリームです。それはね、よく言う、プレイですね。うん、多分そういうことかな。あ、そういうことなんだ。多分そういうことだろうね。これ、なかなかマニアックじゃないとね。はい。なかなかね、しづらいですよ。うん、血出ちゃいそうで。はい。ボールペンでいきますね。はい。スーパーカーブーム世代の自分にとって、ボールペンといえば、ボールペンのケツ、いや、ノックの部分で、スーパーカー消しゴムを、弾き飛ばしてレースをする遊びが流行りましたね。ああ、はい、ありましたね。ちなみに好きな車はロータスヨーロッパでした。ああ、懐かしいですね。そう、王子もね、ロータスよ、ね、はい、ロータス、ロータス、王子とね、王子のロータスね。そうそうそう、かかっちゃった。そうだね、その頃にね、これあったらロータスってつけたんだけどね、名前をね。王子のロータスで、ロータス名古屋。ふざけるな。でも本当にね、いろんなね、カウンタックとかね、いろいろありましたね。ありました、ありました。ね、色もいろいろありましたもんね。うん、やりましたよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムンイカリです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、ボールペン。僕は愛用のボールペンは、ユニというメーカーのジェットストリームです。書き心地がすごく良いのですよ。特に 0.3 ミリの細さがお気に入りです。うん、あ、そういう話をしておりましたね。うん、そしてこれの黒赤青の3色入りのペンか黒赤シャープペン入りの2種類を愛用しています。もっと1本に4色とかそれ以上複数の色が収納されたペンもありますが、そうなると太くなってしまい握りにくいし重くもなるのです。だから便利性も兼ねて3色入りがちょうど良い軽さと握り心地が良いのです。とはいえ事務系のお仕事に携わっている方たちはユニのジェットストリーム愛用している方が多いと思いますが、いかがでしょうか。うん、先ほどのね、アレックスさんもね、ユニって言ってましたね。そうでしたね。0.7 ミリって言ってましたね。ああ、そうか、やっぱり。うん、なんですかね。うん、まあ、お仕事やられる方は。ジェットストリーム派多いですね。うん、多いですね。すごいですね、はい。全然そういうこと気にしたことないですけども、王子はね、0.3 ミリのね、ね、極細好きですね。うん。でも細い派という意味では、ね、うん。ね、ですかね。決してそれをね、お尻に刺すことはしませんので。うん、どうしてもさっきのさ、その印象が強くて強くて。はい。だよね、本当に。これね、ズボンの上からやられても痛いだろうなと思って。ね、サーエさんがね、ツイキャスで、うん、はい、ボールペンといえば職場のズボンの後ろのポケットにボールペン入れたまま洗濯してしまい、あ、後ろのお尻部分がボールペンのインクで黒くなったっていう苦い思いが、はい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 、ね、ボールペン落ちないんですよね、うん、なかなかね、うん、ボールペン落ちますよ、一応落ちます？はい、うん、消毒用アルコールで、あ、落ちます。そうなんだ、なんか主婦の知恵みたいなこと言うな。経験しましたんで。それはあれ、もともと色のついてる服だと、その、もともとの色落ちもしないんですか？いやいや、しなくて。ボールペンだけしなくて。それはいいですね。うん、アルコールで取れます。買ったシャツ、はいはい、結構やっちゃいましたので、うん、はい。はい。はい、続いてですね。はい。あらま、うん。名古屋の工場長からですよ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。右に回すとシャープペンシル、左に回すとボールペン。その名は、シャーボ。そのギミックのかっこよさに欲しかったのですが、いかんせん当時は高価で買えませんでした。ああ、シャーボですね、うんうん。仕方なく回転ボールペンで雰囲気だけでもと思っていたのですが、私だけではないでしょう。クラスで大ブームに。ああ、皆さん持ってたってことですね、はい、自虐的に右に回すとボールペン、左に回すとボールペンと言いながら、うん、2色ボールペンを使っていました。あなるほど。そういうことですね。はい、まあ大体赤と黒ってことですよね。うん、ね、王子ね、うん、よくボールペンなんかにこうフックがあるじゃないですか。うん、胸ポケなんかにこうね。あ、そこにもありますね。かける、うん。このタイプがね、なんかね、うん、あんまり好きじゃないんですよ。手のこう当たり具合がね、なんかね、こう、
なんか来るのがね、うんうん、なんかあんまりこう好きじゃないんですよね。だからあんまりフックのあるものは、うん、あの使ってないんですけど、はい、うん、なんかねちょっとこう、うん、感触的に嗅ぎづらいかなじゃないですけど、ね、あ、はい、あんまり意識したことなかった。それあるんですよ、ね、そうか、それも気になるんですね。ということはお手手がすごいあの繊細ということで、うん、あの お姉さんからたちもね評判がいいっていう、うん、あ、ひふみさんが追加して、自分細くてしっかり内臓の高タイプが好きですって、何の話だ。はい、細いボールペンからの話か、そういうことですね、ですかね、はい、はい、あのメール紹介しますね、はい、名越マナーさんからです。ありがとうございます。こんばんは、はい、今夜はボールペンなのですね。私はボールペン好きなので一番お気に入りありますよ。自分のネーム入りで書き間違いでも消せるものでも好きなので、ペンケースにはいろいろなボールペンや万年筆が入っています。雑貨屋さんに入ると必ずボールペンとかペン関係を見ますよ。昔は値段の高いものを持っていましたが、今は普通のです。そして水性ボールペンが好きです。ボールペンは生活に欠かせませんってことです。そうですね、本当に、うんうん、いりますね、いりますね、はい、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。現在仕事でよく使うのはシンプルな黒ボールペンですが、メーカーによって書いた時の感触が違い、好きなメーカーが出てきます。1本だけ赤と黒の2色ボールペンを持っていますが、子供の頃は4色5色などのボールペンが欲しかった記憶があります。実際はそんなに色を使うことはないのですが、皆さんは何色のボールペンを持っていますか、ということでございます。当時ね、あの、うん、よくね青を使うんですよ、うん、はい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 、私も青を使うかもしれない。うん、はい、まあ、黒じゃだ、まあね、黒も使いますけども、うんうん、あのね、あのペン差しに入ってる中から選ぶのはね、よくね、あの青を取るんですね。うん、うん、なんかね、海外の方ってよく青が多いですね。ですよね、青が多いですね。ね、うんうん、ね、よく見ますね。うん、うん、そうですね、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、エンディングです。エンディングですか、早いですね。はい。はい、来週のテーマは、はい、デート。来週のテーマはデートです。初めてデートした時の思い出、日付のデートにまつわることなどお送りください。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございます。やりたい、やるよ、やるの、はい、今日は時間ありますから、ゆっくりやってください。ゆっくりね、はい、ちょっとそうなの、はい、はい、どうぞ、うん、皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。へーてーん、ガラ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 ガ